とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、新しく出た装備、使っていきたいと思います。これ、昨日出てきました、大荒れた怒りです。黄金が、リフレッシュ3ですね。で、エンチャントがね、こっちを爆発でしょ？で、ここを虚無。で、真ん中をさ、痛みサイクルで行ってみたいと思います。痛みサイクルちょっとね、苦手だったんだけども、今俺が使ってる防具、このウィザーであれば、使いやすくなるのかな。ダイナモーと痛みサイクル、なんか、両方とも良さそうだけども、ちょっととりあえず、痛みサイクルどんな感じなのか、使ってみましょう。ダメージは多分すごいですよね。5発目が、どんぐらいいく？え？ 2 億?2 億いった。OK。行ってみます。それでは行きましょう。ここですね。プレイヤーがダウンすればゲームオーバーです。ここはなかなかね、厳しいんだよね。でも、採掘者のエンチャントをつけてます。このウィザーは、デスバーターついてるので、多分、いい感じになると思うけども、どうだ、痛みサイクル、なるほどね。はい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 。やっぱね、一発一発ダメージはね、受けるわけよ。でも、5発目のダメージっていうとすごいね。とんでもないダメージ与える。怒りとはマッチするな。すごいマッチするな。使いこなせれば、あぶねえ！死ぬ死ぬ死ぬ、ちょっと待って、あぶねえ、死ぬよ。なるほどね。さすがだわ。さすがきついですね。でもまあ、行ってみよう。採掘者ついてるんだけども、いまいち、エメラルド出てきてくれないな。よしよし、デスバーター発動しました。ほっほー、なかなか厳しいですね。結構楽勝にいけるかなと思ったんだけども、やっぱデイリー3はきついね。3はきついわ。敵の攻撃力とかが段違い。強っ。ある程度急ぎ目でいった方が、良さそうですね。矢は宝箱とかで結構ここ出てきやすいので、ある程度あればいいでしょう。ある程度溜まったら矢をチェンジします。あ、いいかな、そろそろ。そろそろ矢を、弓をチェンジしていきます。弱体化が入るとね、やっぱ全然違うので。やばい、危ねえ。危ねえ。あそこで殴ったら終わるよ。よし。とりあえず、キャプテンは全部探していきたいと思います。あ、ちょっと待って、さっきのとこキャプテンいた？あ、いるかもしんないね。一応、探すだけ、一度探してきます。だいたいこのね、休憩場所の分岐点のところにだいたいいるので、あ、今回はいなかったね。はい。まあ、とりあえず探しながら、進んでいきまーす。一回死んだら終わりです。中間地点突破しましたけども、いないね。で、いないし、あのね、痛みサイクルすっごい強いのよ。強いんだけども、あの、慣れが必要だね。逃げながらダメージの、調整がね、ダイナモみたいにはできないし、あのね、このダイナモの溜まってる数字が途中でね、バグで消えちゃうんだよね。なんで今何発目なのかっていうのが把握できないので、ちょっと難しいな。この何発目かっていうのが分かればダメージ調整もしやすいんですけど、分からないんだよね。で、爆発をこれ入れちゃってるので、まあ、確かに倒した後の、
ダメージはでかいんですけども、その一発のダメージっていうのが、痛みサイクル以外がそこまで入らない。なのでそうね、爆発をアーティファクトシナジーにすればいいかな。アーティファクトシナジーかダイナモにするともうちょっと使いやすくなるかもしれない。いやいや、それでもなかなかいい感じだけどね。痛みサイクルね、いいわ、すごい強い。ダイナモ以上のダメージが出る。5倍だからそこまで出ないのかなと思ってたら、やばいやばいやばい、思いのほかダメージがすごい。なんだろうね、5倍っていう感じじゃなくてもっとダメージが出る。計算式がちょっとわからないんですけども、とんでもないダメージは出るね。すんごいダメージ出る。ただ何発目かっていうのが分かればもうちょっといいかな。この何発目かが分からないのでちょっと難しいですね。キャプテンいないよ。一体もいなかったな。これ先まで行けば、でもこの途中のところにいると思う。ちょっと待って、帯電きついな。よし、この途中に多分、いたいたいた。でもちょっと待って、これきついぞ。これダメージじゃない、痛みのサイクルがどこまでいってるのかが全然わかんない。これがちょっと厳しいこのバグみたいなの直してほしいな。いる、どっかにいる、いるけども、ちょっと待って、敵が結構えぐい。いたいたいた。オッケー、で脅威、しゃ、いるいる、キャプテンいる。あと一体どっかにいる。やば、帯電が痛い。どこ、いた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 、珍しいね。よっしゃー、やっぱりこのウィザーアーマーはいいな。むちゃくちゃ回復するんでいい感じ。痛みでも全然痛くない。何、モブ速度が 40% アップね。でさっきのが重力を持ってるってやつか。もうさすがにいないでしょう。いや、いるわ、いるいる、どこだ。よっしゃ、痛い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 、あぶねえ、あぶねえ、デスバーターでなんとか生き残った。それでは行きましょうか。とりあえずわかんないんだよな。で出た、この最大ダメージが出た時を維持しとけばいいんだよね。2、3、4、次だ。 OK、 あとは待っとけば倒せるはず。無理だった。よし、 OK、 倒しましたね。はい、ということで今日はこの装備使ってみました。覆われた怒りの、痛みサイクル付きですね。いつもはダイナモをよく使ってたんですけども、痛みサイクルもありですね。ありっていうか強い。今まで俺防具がね、ウィザーをあまり使ってなかったんだけども、ウィザー使っていけば痛みサイクルのダメージが、全然気になりませんし、ダメージはね、ダイナモより痛みサイクルの方が出る気がします。多分出るね。2億とかあれ出なかったから、ダイナモは よかったんじゃないですか。ただ左上のサイクルの表示、あれがバグっちゃうと何発目に行ってるのかが全くわからないので、それの注意が必要ですね。慣れてくれば本当にいいやつだと思います。はい、ちょっと今日は痛みが好きになりましたね。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。